プロスタッフにあったストリーム。はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。今回はですね、はい、プロスタッフレーバーカップモデルですね、にストリング貼りながら、まあ、このラケットに個人的におすすめな、はい、プラスどういうなのを避けていくべきかといったお話をしていきたいと思いますので、よろしければご参考ください。まあね、このフェデラースペックのラケットってめちゃくちゃ重いやつあるじゃないですか。で、僕基本的に、まあ、あれ使ってもいいと思うんですけど、あれ使いこなせてる人多分ほとんどいないと思うんですよ。やっぱそれこそね、こう超アスリートレベルの、ジュニア上がりの選手とかだったら、まあ、話は別なんですけども、うまく当たってもね、ヘッドがこう回っていかない人が、まあ、ちらほら、まあ、直接自分のお客さんにはいらっしゃらないんですけど、見かけますので、できれば標準のモデル、あの 300g 前後のですね、クソ重いやつじゃない方を、おすすめします。で、まあ、こちらはこれは多分、ちょっと見づらいですね。これは310かな、違う、バランスかな、そうですね、これは315g、315であればまだ男性の方であれば、良いと思うんですけども、やっぱりこう330超えとか40超えてくるとヘッドが回らなくなります。で、あとはこのラケットのこの特徴としては、僕個人の意見ですよ、基本的にこのラケットを使ってポリを使うのはよっぽどボール潰せる人で本当に数時間で切れるような人だといいと思うんですけども、そうじゃない人か確実に、僕は、はい、ハイブリッドをおすすめします。で、まあ、特にそうですね、まあ、なんでこのラケットに縦にね柔らかいストリング、打球感の優れたストリングがいいかというと、やっぱりこうラケットのこのなんだろう、素直なしなりと、素直なこの反発力を生かすにはやっぱりナチュラルガットが、一番合ってるんじゃないかなと、はい、で横にそれこそポリをかましていくことで引っかかりを良くしてスイングロスを減らしていくんじゃないかなと個人的には、思います。でやっぱりこうとにかくラケットが重たくなってくると腕の負担とかもかかってきますから、そういった時にポリを張ってしまったらもうなんだろう、リラックスする場所がなくなってしまって手首痛めるわ、腕痛めるわ、ヘッド走らないわ、ね、腕力でボール打つから長続きしないわってなってしまいますので、そうですね、ナチュラルとかでもハイブリッドにしていくと意外と5500円ぐらいで腫れてったりも、うちがトニックと横普通のポリ貼ったら5000円から5500円であるので、まあ、割とそういった良心的なお店は多いと思いますので、もしよろしければですね、まずはこういったのを使っていくと。で、まあ、あと外でプレーされる、ことですね、まあ、こちらで今貼っていただいている方もそうなんですけど、まあ、外でプレーされる方はやっぱりナチュラルがね、この特にこう冬場とかで、ね、夜露とかにさらされてちょっとねストリングね、コートがちょっと濡れた状態で、特に日本はオムニコート多いですから濡れた状態でプレーをすることを考えると、まあちょっとこうナチュラルはなーって思ったりすることも多いと思うんですね。ちょっと待ってね、6、7、これ間違ったら大変なことになりますからね、7本半なので、そういった場合に僕が一番おすすめしているのはやはりバイフェーズ、X3 バイフェーズの、進めます。で、基本的にそんな頻繁にパチパチ切れないのであれば 1,2,4 を僕は個人的におすすめする傾向にあります。で、これがパンパン切れたら 1,3,0 とかでもいいと思うんですけど、とにかくこのラケットってストリングがこうしっかり食いついてくる、でこう手元の球持ちが長いか長いというか、こうなんだろうな、しっかりこう手元の感覚を感じられる方がラケットのしなりも生かすことができますし、
こう強いボール打つことができると思うんですね。なので基本的にはポリは避けていきたいと、全面ポリですね、僕は思いますね。でその中で今お話しましたけども、バイフェーズが一番スイングロスも落とさずに、あのなんだろう、こういうラケットにあの無理やりポリを貼って使ってしまうと、あの本当打ち方にこうしなりがなくなるんですよね。でガツンとでパワーでバーンって打つから、まあそれなりになんだろう、強いボールは打てると思うんですけど、やっぱこう伸びのあるボールとか、あとはこうなんていうんですかね、こう繊細なタッチというか、もうフェデラーをそうに彷彿するのであれば、こうタッ、ね、タッチ系のショットとこのすごい強いボールのこのコンビネーションだと思うんですけども、強いボール打ててもあの繊細なタッチがね、縦が柔らかくないとできてこないので、まあ、そういった意味では、まあ、バイフェーズが一番、そしてバイフェーズ、今これ横はアルパーラフ、貼らせていただいてますけども、バイフェーズ、アルパーラフが、まあ、一番いい組み合わせじゃないかなと思います。ちなみに、バイフェーズとアルパーラフ、そう、2つ貼ったら4000円くらい、1000円足せばナチュラルでハイブリッドもできると思うんで、まあ、日本持ちの方とかはね、片方にナチュラル貼って片方にバイフェーズ貼っていかれても、良いと思います。でまあなんでアルパワーラフを横に貼るのがいいのかというと、まあこれは難しいんですけど、ある程度スイングがこうできるのと、やっぱりこう多角形だとすごく引っかかってしまうじゃないですか。ではアルパーラフだとかは丸にちょっとこうラフ加工をしているので、こうしっかりと強くボールを捉えるけど引っかかりすぎずにエネルギーがこう出るスイングのパワーになっていくと思いますので、そうしていくとボールを潰すこともできるし、でも引っかかり良すぎるとちょりちょりになってしまう可能性もあるじゃないですか。あとこうちょっとしたなんだろう感覚でスイングのロスがこう気がつかないうちにどん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 大きくなってくる可能性がありますので、それ考えたらまあアルパーラフが一番、まあね、フェデラーもそれをずっと使ってるわけなので、まあ最強の組み合わせでしょうね。まあ、 あの一般的な我々はそんな簡単になっちゃうとポンポン変えられないので、そういうの考えて、ね、ハイパーじゃねえやバイフェーズを使ってますけど、バイフェーズは本当に最強ですね。まああとね、ウィルソンさんだったら、まあ、NXT とかもあるんですけど、同じ値段でやるんだったらアルパーラフの横はこう鉄板だと思うんですけども、まあ、やっぱり NXT とバイフェーズだったらバイフェーズの方に軍配かな。でもどうしてもウィルソンがの、ね、メーカーにこだわりたいっていうんであれば、あの全然 NXT も悪くないんで、僕個人的に自分の使った中で NXT よりもバイフェーズの方がさらにこうなんだろう、スイングのパフォーマンスが上がると感じたので、まああとはあれですよね、そんなに切れない方でもうちょっとコストを抑えたいのであれば、まあ縦にマイクロナイトもいいと思いますね。まああとはあの最近出ましたポリポリに、ね、なってしまいますが、厳密に言うとちょっとポリ自体が違う意味合いの、まあ、まあ、ポリの扱いにはなるんですけど、なんだっけ、イソスピードのコントロールとか、プロフェッショナルだと120なんで、ちょっとこう反発力出にくいかなって、個人的には。細いの方が出るんで、全面張りだったら120でいいと思うんですけど、ちょっとやっぱこう、潰していこうとしたときに、120だと、ちょっとこう、たわんで戻ることを考えると、ある程度のスイング、できる方って考えるとコントロール130のゲージに、まあ、アルパーラフを挟んでいくのも、良いと思います。そうですね、アルパーラフが一番鉄板でいいストリングだと思いますので、まあ本当に縦を変えつつ横を何にするかっていうので、もうできれば本当にバイフェーズでこだわってほしいと思います。もうずっとこれ貼ったままじゃないです、ずっと同じストリング貼り続けてもそんな頻繁に切れないのであれば、もう確実にこのストリングは一押しです。なので、もしかしたらロール買いをして、ね、お互いロール買いをして買っていってもいいですし、まあ、ネットとかでもね、カット品とかもありますよね。で、まあ、自分で貼られてる方はね、それをこう貼っていっても、
このパターンって実はどのラケットにでも採用できるパターンなんですよね。まあ、例えばラウンド形状 のボールがこう飛び出しちゃう感じの方でもちょっとこう固めに張ることで引っかかりよくして、ボールを潰すこともできますし、まあ、逆にラウンドとか使ってるんだったらこの組み合わせで切れないんだったらポリをそんなに、まあ、ポリの細い目ね極細だったら別ですけど、まずは切れるまで使っていくっていうか、切れる動画たくさん上げてると思うんですけど、ガットについてのね、ガットが切れないということはその分やっぱりパフォーマンスが高くないっていうことになりますから、やっぱりどんな方でも、それも女性の方でも自分に合ったストリング選びをしていれば確実に切れます。むしろ切れなかった場合はもう本当にラケットが合ってないとかガットが合ってないとか技術がね、追いついてないっていったことが考えられますので、どれが当てはまるのかなと思って、技術だけの問題であればもちろん技術を磨いていただいて、だからよくやっぱラケットがね多いと思います。ラケットなんでそこのラケット買ってきたんだとか、なんでそれにすんのみたい なんかオリジナリティを追求するがためにとんでもないとか、楽をしたいがためにちょっと逆にちょっとパフォーマンスが上がると怪我の原因になったりするラケットとか、そういうのが使われてる人とかもまあ少なからずいらっしゃるので、そういうのはやっぱ避けていきたいですよね。で、まあ、こうやってなんだろう、まあ、ヨカノはねフェデラーのこのラケットはね結構人気のラケットだと思うんですけど、でもこれいろんなタイプがあるので、まあ、一応さっきお話ししました一番重いのから、ね、軽いタイプまでものありますから、なんだろう、オーソドックスになんだろう、こう癖がなくてテニスの上達ができるのはやっぱりこのラケットだと思いますし、縦横この組み合わせが、僕は一番お気に入りです。横のアルパワーアラフで、まあアルパワーアラフ、そうですね、アルパワーアラフはいいと思います。でもアルパワーアラフでね全然切れないようであったら、それこそ本当に多角形のポリですよね、使っていっても僕は全然問題ないと思いますね。まあ、ちょっと切れ具合見ながらどうしていくか。で、ほらバイオフェーズ何が一番いいかって、あれじゃないですか、118があるじゃないですか、118で、118だと結構綺麗に切れてくれたり削れてくれたりします。はい。で、さっきのイソスピードのプロフェッショナルお話したじゃないですか。で、あれはあれよりもあれは120で横にアルパアラフを張っていくとちょっとなんかボールがこう強く潰れないみたいな話をしたと思うんですけど、じゃあなんでバイフェーズの118が縦に使っていいかというと、バイフェーズの118は芯がしっかりしてるんですよね。細いのになかなかこうよれない、でも細くてよれて切れない人、細いんだけどよれる、でも切れない人はボールをちゃんと前に押せてない、まっすぐ捉えられてないってだけなので、基本的には、イソスピードのプロフェッショナルと比べて、このハイブリッドの場合ですよ、こっちのバイフェーズの118はかなり芯が折れないのでパフォーマンスが低下することを防げると思います。イソスピードの場合はコントロールの太いのなんですけど、まあちょっと太いの打球感がちょっと好きじゃないな、手元の感覚がいまいちだなって思ってきた時は、まあそうですね、このバイフェーズの 1.18 をぜひ使っていただきたい。かなりね、もうナチュラルはもう物自体が違うので、やっぱりこういかに縦ナチュラル横アルパーラフのイメージに合わせていけるか、ね、外とかでプレーされてる方は特にナチュラルに近づけた縦のナイロンを探していくっていうのがネックになってくるんだと思います。はい、もうちょっとで貼り終わりますよ。もうだからなんかちょっと高いじゃないですか、プロの選手使ってるのって。おそらくロイヤリティが持ってかれるかだと思うんですけども、
なんかその分ねちょっとこう二の足を踏んでしまう場合も多いんですけども、ただその王道のスペックのラケット、じゃあ王道のそのプロの選手が使ってるってラケットですね、あの縦のストリングの本数が変わったりわけわかんないことしてない限りは確実に外れのない一品だと思いますので、そちらですね、ちょっとご自身の中でも自分のラケット選びも踏まえながらよろしければご参考いただければと思います。まあ、とにかくこのプロスタッフ、はい、ずっと同じこと話してるかもしれないですけど、絶対に、一番は縦にナチュラル、横にアルパーラフ、2番目は縦にバイフェーズ、横にアルパーラフ、3番目は、迷うんだけどな、マイクロナイツ目的にはイソスピードのコントロールでアルパーラフで、マイクロナイトアルパーラフ、ここら辺同率、3位といった感じでいきましょうか。はい、もう下が終わりましたね。これで上と下からどっちからっていうあれもあるんですけど、僕こっちで上から締めた方がこうしっかりと ストリングがギュッて締まってくれる感じがするので、こっちの方がおすすめだと思います。はい、じゃあこれを締めて終わっていきたいと思います。またちょっと気になることがあったら言ってください。僕がお答えできる範囲であれば答えさせていただきますので、ありがとうございます。では今日はこれで終わっていきたいと思います。どうもありがとうございました。さよなら。